行くんだ。まだ授業中だぞ。なんや、どうしたんや。アホ、そんなこと大声で叫ぶな。応援って、あのな、うちめっちゃ嬉しいわ。うちのことをここまで心配してくれる生徒がおるなんてな。ほんまに嬉しいで。ありがとうな。ただな、少しだけ問題があるんや。それはやな、ここが職員室の真ん前で今は授業中ってことや。自分、授業抜け出して何やっとんのや。あれやらへん。み、通りすがりの先生方の白いナマコの数々を。口答えすんな。ちょっとこっち来いや。ええから黙ってついてき。言っとくけど、ダイエットの話じゃないからな。たっぷり説教したる。どうしたんですか、突然。何事。あ、コナちゃん、おはよう。なんかね、おかしくなっちゃってるよ。ありがとうございます。おお、ついに現実ではありえないけどギャルゲーではよくある展開きたー。っていうか、どんだけ。あの、そんなに期待されていたなんて意外です。
なにそこまで具体的に言われますと、実際にやるのはどうかと。道を極めた者だけに贈られる称号みたいなもんだよ。最近多めだけどね。私のことを励ましてくださってありがとうございます。励ますっていうか、今のダイエット連行はただのセクハラのようにも思えるけど。あ、それっていつもコナちゃんがユキちゃんにやってるやつだよね。それ違う。冗談を交えて私をリラックスさせようとしてくれたんですよ。ただ闇雲に頑張れと言ってもプレッシャーに感じてしまい逆効果になる場合がありますからね。さすがみゆきさん、聖人君子。ただお話の内容はちょっと恥ずかしかったですけど、でも私を気遣ってくださっているのはとてもよく伝わりました。ですからありがとうございます。あと少し私精一杯頑張ります。おいお前ら、そろそろ授業中だってことを思い出してくれないか。特にお前、後でちょっとつらかせ。あれ？どこ行くの？おい、どこ行くんだ？まだ授業中だぞ。何事？はあ？何なのよいきなり。ちょっとあんた喧嘩売ってんの？別に、うん、ありがたいっていうか、っていうか応援なんて勝手にすればいいじゃない。まだあるの？一体何なの？おお、この展開はくくりだな、すっげえ。みんな静かにしろ、転校生くんがヒイラギに告るってよ。ちょっとミサちゃん、そういうのやめようよ。大事なところなんだから。からかっちゃん、ヒイラギちゃんがかわいそうだよ。嘘、そんな、マジで？
って心の準備が。なんで手を握ってるの？だから、何？は？してくれてるってのは本当だろうし、だけどね、なれなれしく手を握るな。ダイエットダイエットって大声で連呼するな。最後に、今は授業中だ。方がかわいそうだと思うぞ。